フィギュア1、M734 フューズクロスセクションフィギュア2、M734 フューズ、アンプリファイアオシレーターフィギュア3、M734 フューズコンポーネンツフィギュア4、M734 フューズメカニカルアーミングフィギュア5、M734 フューズ、 パワーサプライコンポーネンツフィギュア 6M734 フューズエアタービンフィギュア 7M734 フューズタービンスピンガバナー 120mm 迫撃砲弾の先端に取り付けられている M734 新艦フィギュア9ソルジャーズファイアリング A120mm モルタル M734 マルチオプション新艦は迫撃砲の砲弾のために開発された新艦である 指定高度での空中爆発が可能になっている。6 0ト、mm、ル8 1ト、mm、ルと1 2 0ト、mm、ルの3種類の迫撃砲で使用されている。DDR 波を使用した FMCW 方式合成開口レーダーによって作動地点を感知する方式で電子妨害に強くなっている。新艦は3種類の安全装置を備えている。 タービン交流発電機に70フィート、秒の気流が100メートル持続して当たらなければ、作動しない。新管を調整するための道具は、必要なく、上部を手で回すことでセッティングできる。しかも、何度でも設定し直すことができる。従来の新管と違って安全ピンはない。新管の周りには4種類の文字があり、3文字で、それぞれの略語になっている。PRX プロクシモテアバースト、目標上空1から4メートルで爆発する。NSB、ニアサーフェイスバースト、目標上空0から1メートルで爆発する。IMP インパクト、着弾した瞬間に爆発する。ドリー、ディレイドデトネーション、着弾から0.05秒後に爆発する。ありがとうございます。